おはようございます、池上です。まずは冒頭ですが、900人の登録ありがとうございます。本当にね、こう日々コミュニティがどんどん広くなってきていて、いろいろなやり取りコミュニケーションが出てきているっていうところでですね、本当に嬉しい限りなんですけれども、何よりね、こう僕がこう作った動画に対して視聴者の皆さんがこうコメントを返していただいたりとか、レスポンスしてもらうっていうところの1対1のこうコミュニケーションっていうところから、また一つ輪が広がってね、これまでも話してきたことありますけれども、こう視聴者の方同士はね、こう情報をやり取りしてもらったりとかっていうところでですね、いろんなフォローアップをしていただきながらというところで、日々動画をどうにか続けられているというところでですね、本当に助けられての動画チャンネルですけれども、引き続き毎朝やっていけたらと思っていますので、ぜひまだチャンネル登録されていない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録いただけると幸いです。ということで、本日もやってまいりましょう。さて、今日なんですけれども、昨日同様にですね、スカイホークの旅をまた続けていこうかなと思っていて、今日はまだレンジとしては短いんですが、オレゴン州ポートランドの空港、こちらの方からシアトルの方まで移動していこうかなというふうに思っています。でシアトルの方は、フライトシミュレーター特に作り込まれている空港があるということもありますので、週末に向けてですね、そちらの方をベースにやっていきたいなというふうに思っています。特にですね、エアバス320ネオのチェックリストのリリースしたいというところもあってですね、大きな空港でコーペレーションを共有できればいいかなというところもあったので、そういった意味でもシアトルの方に行っていきたいと、そういった狙いになっております。ちなみに最近から見始めていただいた方のためにフォローアップしておくと、この毎朝の動画はだいたい50回目ぐらいを節目のところからスタートして、セスナの本社のところからこちらのセスナスカイホークを受領して旅をスタートさせるということで、アメリカ中部のところにあるセスナのファクトリーから飛び立って西海岸の方にやってきて、ラスベガスの方から徐々に北上してきているというような旅になってます。この先カナダの方に入っていってアラスカに抜けてということで、世界一周ツアーまだまだ続きますので、ぜひお付き合いいただければと思っております。特にこれから先どんどん緯度が高くなってきた時にどういう風に飛ぶか、具体的に言うと ADF の使い方だったりとか、そういったところも含めてですね、フォローしていくというところで、この土地に合わせた飛び方っていうところも一緒にフォローアップしていこうと思ってますので、ぜひ毎朝楽しんで見ていただければと思います。今日の本題なんですけれども、ボーイング 737MAX の再飛行が承認されたということでですね、アメリカ FA の方の話ですけれども、 737MAX の再承認に向けたプロセスっていうのが完了して、いよいよ空に戻ってくるということになったようです。ちなみに2019年の3月13日からオペレーションすることを禁止されてきたので、約1年と8ヶ月ぐらいの間こうずっと地上にいるということでですね、非常にこう長い期間を要したというところで、なかなか航空関係の方もここまで長引くとは思っていなかった節も大きいかなとは思うんですけれども、ようやく再承認をもらえたということですね。ということで、今日はですね、このボーイング 737MAX のオペレーションができなかったというところの背景にある AD ですね、エアワースネスディレクティブと言いますけれども、こちらの方の話を少ししてみようかなというふうに思います。この AD と呼ばれるものは、アメリカ FA もそうですし、ヨーロッパの EASA それぞれですね、発行されるわけですけれども、日本の場合は TCD と呼ばれるもので、同じく対空性改善通報ということで、意味としては同じなんですが、アメリカやヨーロッパはそれぞれ大きなメーカーを抱えていますので、特に実効的にですね AD を発行して、このオペレーションに対して改善する内容、例えば飛行機のどこどこが悪いので必ず交換してくださいとか点検してくださいとか、そういった内容、時に今回の 737MAX のように、いやもう危ないのでまずは触れないでください、オペレーションするのは禁止ですっていう風に、運航そのものがダメになってしまうというようなところも含めてですね、非常に強い拘束力を持つ
ものということになってきます。一方日本の場合どうなっているかというとですね、大概の場合は TCD として発行されるのは AD として発行されたのに対して、では日本もそれに合わせてやめましょうというような形で比較的受動的な立場で発行されるものが多いですね。とはいえ日本でいう TCD というのも同じように法的拘束力を持つので、何か生じた場合にはでは一旦運行を取りやめましょうとか、今すぐに運行をやめてくださいとか、まあ、そういった形でそれぞれの基準が定まっているということになっています。ちなみにもう少しこの期間について言及しておくと、特に即時発行というものが非常に緊急性を要するものとして発行されますけれども、それ以外の軽微なもの、例えばパーツの中でここの脆弱性が認められたので次のオペレーションまでに交換してくださいとか、何ヶ月以内にですね交換してくださいとか、まあ、そういった部分のものもあるという感じですね。皆さんの生活に身近なところでいくと、車を持っている方からするとリコールですね、まあ、ここら辺のものがですね近いかなという感じなんですけれども、車のここの部分悪くなったのでメーカーに行って部品交換してもらってくださいとか、まあ、そういった話がですね、まあ、時たま来ると思うんですけれども、あの要領でですね飛行機もここが悪いのでこうしてくださいというのが出るということですね。ただ大きく違うとすると、車のリコールの場合はもちろん受けに行くことは当然安全上必要なわけですけれども、そこまで強い法的拘束力はないですよね。即時車の運転を取りやめてくださいとか、まあ、そういった部分がないというところは大きな違いかなと思います。それからもう一つ違うのが、車のリコールの場合皆さんお金を払わないですよね。ディーラーの方に車を持っていくと、まあ、なんならこうコーヒーなんか出してもらったりとかして、いや今回はご迷惑をおかけしてっていう風なスタンスでやってもらいますけれども、航空業界の AD もしくは TCD と呼ばれるものはですね、そこら辺の保証が一切ありません。なので流れとしては主に航空機メーカーサイドから出ることが多いですけれども、ここの部分は悪いので対空性改善通報 AD として発行しますと、そして国がいやこれは緊急性高いからこれぐらいの期間にしようとか、すぐに適用しなきゃいけないとか、まあ、そういった判断をこう下していくわけですけれども、それに対して航空機メーカーは基本的には保証しないということになってます。なので我々ユーザー側がですね、あこの飛行機自分の飛行機のここ悪いんだっていうのが分かった瞬間にですね、そのパーツを取り寄せて自分でこう整備を手配してお金をかけて直していくということになってます。ちょっと他の視点から見ると異様な感じもするんですけれども、航空機の世界はそんな形になっているということですね。ちなみにこれが常ではないんですけれども、良心的なメーカーでここぐらいの保証は我々もっていうのでパーツだけはタダでもらえたりですね、本当にごく稀に存在はしますけれども、基本的にはまあそれをする義務はないので、まあ、メーカーサイドからね大きなアクションあることはないんですけれども、そういった形で取り決めがされているということになってます。さあということで本日はですね、ボーイング 737MAX がようやくこう FAA の方で承認を受けたということでですね、こちらの話題から AD Airworthiness Directive もしくは TCD とそういった形で呼ばれる対空性改善通報ですね、こちらについてお話ししてみました。この 737MAX が空の世界に復帰するということで、まずはアメリカからスタートして次はまあカナダとか、まあ、そういった方に波及していくんじゃないかという話がされていますけれども、徐々にいろんなアップデートをして安全な状態になってから戻ってくるというところでですね、これも一つ注目ではあるんですけれども、まあ、引き続きこういった航空ニュース含めてですね、この裏側にあるものもね解説していけばいいかなというところで、簡単ではありますけれども本日の動画に変えさせていただきたいと思います。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。It has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad.